ミスター M さん、こんばんは。ストッカー塾の久保です。いつも動画をありがとうございます。ガチンコマッチクラブもね、第1期生が始まってもう随分長いことになりますし、それからガチンコマッチクラブの放送も始まってもうね、もう間もなく1年ですよ。これすごいですね。でその中でたくさんのね、あの方に支持されてきたガチンコマッチクラブでもありますし、もう私がね、あのいろんな質問を上げさせていただいた中で、まあ、全て回答していただいて、私も順調にですね、マッチョへの道を歩んでいるわけなんですけども、ただね、ちょっと今回の質問というのは怪我についてなんですよ。やっぱりね、故障をしてしまうっていうのはトレーニング中に避けられない部分はありますけども、それでも怪我をしてしまうとね、しばらくトレーニングがちょっとねできないってことはないんですけどもね、それ以外の部分を鍛えればいいんで。ただやっぱりいろんなね、負荷がかかった時に怪我をした部分がピリッと痛んだりするんで、やっぱ厄介ですよね。で私の場合はですね、トレーニングする時に、注意する点としては、まずね、グローブを必ずつけるようにはしています。グローブね。それから柔軟体操から始めるようにしてるんですよ。で、かっこつけるわけではないんで、無理に重いものを挑戦しないってことですよね。むしろ軽いものを何回も何回もやって、で重いものを少数回やるって感じですよね。1回とか2回とか、普段自分が持てないだろうなと思う、例えば片腕で30キロとかの、まあ、ダンベルをねグーッと上げるんですけど、その時も補助する手をつけながらやってね、で1回とか2回で、あ、すごいやったなと、負荷かけたなって感じで、普段は、まあ、10キロとかね、 7.5 キロとかをこうゆっくりとやって、まあ、腕を痛めないようにしてるんですよね。で足の心配あんまりしてないんですけども、腕についてはちょっとした気の緩みでグキッとしてしまったりね、ゴスッとしてしまったりすることがあると思いますので、特に慎重になってます。で私はトレーニング中に体を痛めたことは実はないんですけども、実はね、意外なところでね、両腕を痛めてしまいました。どっちとも私のドジです。片っぽはこっちの左手なんですけども、左手の手首をね、長い間故障してました。それはね、お風呂場でなんかちょっとね、滑ったような感じになって、こう後ろ手に手をグッとついたんですよ。で転倒は避けたんですけども、その時にビリッといきましたね。でそれからというものを3ヶ月間ずっと痛くって、残り3ヶ月間は少しずつ痛みが引いてったって感じです。まあ、ですんで、こちらの腕のトレーニングっていうのは、この手首を使ってのね、運動っていうのは避けて、まあこうやって重いものを持ち上げる時にはここに、まあ、グローブもするんですけども、片腕をね添えて、こういうふうに、まあ、ダンベルをしていましたね。でもう片方のこっちの手なんですけども、両腕を痛めてしまうなんてちょっとね、しょうもないんですけども、去年の9月に名古屋でね、こう歩いてる時に急にね、ちょっと足元が悪かったんですよね。転倒してでんぐり返して、ここをね、強打してしまったんですよ、肩を。そしたら肩がね、こうグッとね、中の骨が出ましたね。脱臼しました。ですぐに名古屋医療センターの方に収容されて、まあ脱臼という診断を受けてね、で手術も進められたんですけども、まあ翌日にはもうね、痛みが引いたんで、翌日ってのはすごいでしょ、ね、夜9時ぐらいに痛んで脱臼ボーンとして、11時に診察を受けたんですけども、一晩寝て次の日になったら痛くないんですよ。痛くないんで、まあ帰るかって言って、まあ福山に帰ってですね、福山でもすぐに病院の方行ったんですけども、手術をするのか放置して治すのか、それはまあ決めてくださいってことだったんで、まあ痛みもないし、まあいっかと思って放置を選んだんですよね。まあそうすると、確かに肩っていうのはちょっとね、盛り上がった感じにはなってますけども、まあ日常生活その他には支障がないんですよね。ただしばらくは重いものをやらない方がいいかなと思いましたんで、半年間はこの肩を使ったトレーニングを控えておりました。これは手術をしても同じような結果になったと思います。ということでね、今は完全大丈夫なんですけども、私はね、怪我をして筋トレのペースが落ちたことは確かなんですよ。まあスクワットとかね、ジョギングとかを中心にできたんで、下半身の方はしっかりと鍛えたかなと思いますけどね。おかげで腰回りも若干スッキリとしました。でこの経験をもとにね、トレーニング中にミスター M さんが気をつけていることを放送の中でお知らせいただければなと思います。特に腕に関してですね、腕っていうのを痛めやすいんだと思うんですよ、足よりも。腕っていうのをこうね、どういうふうにケアしているのかなとかね、使う機材はどんなのがいいのかなっていうのを改めてここでお話してくださればまた参考になるかなと思います。ということでね、ミスター M さんの動画も1年かかってみると結構な再生数をね、叩き出しているのがありますよね。これからも注目です。ではよろしくお願いします。